フェラーリ・カイ・40、カイ・40、F 40、e ・4 0 e イ・フィッカ・レンタ、F ・エクアランタは、1987年に、フェラーリが創業40周年を記念して製作した、リアミッドシップ、後輪駆動の二人乗りスポーツカーである。交渉最高速度は、時速324キロメートルであり、発売当時は、世界最速の市販車であった。カイ・40は、 フェラーリの創始者であるエンツオ・フェラーリがその生涯の最後に同社のそのままレースに出られる市販車という車作りの基本理念を具現化した歴代フェラーリ生産者の中でも根強い人気を誇る車種である。ボディデザインはピニファリーナによるもの。開発時のコードネームはルマン24時間レースを意味する LM。1987年7月21日に マラネロで開かれたこの車の発表会は当時89歳になるエンツオ・フェラーリ自身が出席し発表を行うという特別なものだった。車体の基本構成こそ1960年代のフェラーリ製レーシングカーあるいは従来の市販フェラーリと同様の楕円交換チューブラーフレームによるスペースフレーム方式ではあったが当時開発されたばかりの複合素材や構造部 接着剤といった最新のマテリアルを組み合わせた反物コック構造とし高い構成を得ている。室内はこの素材がむき出しで内装などはない。ボディ外装やカウルもすべて複合素材製。ドアの室内側にはドアノブもなく代わりのワイヤーを引いてドアを開ける。サイドウィンドウは手動で上下するガラス製のタイプとウィンドウ自体はプラスチック製の固定で スライド式の小窓を備える軽量タイプの2種が選べ、軽量タイプではドアの内張りが一層簡素ものになった。シートも複合素材製のバケットタイプでリクライニングなどの調整はできず3種類のサイズから選択できた。シートベルトも標準は3点式だが4点式もオプションで用意され雰囲気はレーシングカーそのものだった。また、ステアリングやブレーキには パワーアシストなどがない上に、大パワー車ゆえのクラッチペダルの重さが話題になることが多かった。始動時には、暖気が十分でないと、ギアが入らないという。燃料漏れやオイル漏れにも注意が必要で、実際に、それが原因と思われる火災で失われた車両もある。なお、エアコンは標準で装備されている。フェラーリスペチアーレとしては、製造期間が長く、 改良が順次行われた。そのため前期型、後期型と区別されることもある。吸排気系が異なるほか、後期型では、車高調整機能が備わる。パワートレインはかつてグループ B 規定で争われていた、WRC 及びレース3000を目論んで発売された、コンペティションベースモデルの 288GTO、及びその改良版、288GTO、 エボルツオネラ引き継ぎ、改良を加えたインタークーラー式、ツインターボエンジン、回120アンペア型を搭載している。このエンジンは、ランチアのグループ C カーランチア LC2 のデチューン版であり、ターボチャージャーは、日本の石川島張間重工、現 IHI 製である。排気量 2936cc は、当時の FIA が定めた、ターボ係数1.7をかけて 5000cc 以下の、 クラスに収まるようにしたものと言われるが、具体的なターゲットとなったレースやカテゴリーは不明である。タイヤはピレリが F40 のために開発した P0 が標準だが、ブリジストンのポテンザ RE71 も装着された。ボディカラーは公式には赤のみだが、黄色の個体も存在する。この車が持つ出力特性はいわゆるドッカン、ターボであり、 パワーバンドに入ると同時に急激に立ち上がる強大なパワーには多くの腕に自信があるドライバーたちをも悩ませた。なお、交渉最高速度が200メートル PH、約時速320キロメートルを初めて超えた市販車である。左ハンドル使用のみの設計であり、右ハンドル使用車は生産されなかった。フェラーリ伝統の丸型リアランプ、後部方向指示器、後退等。 伊藤県制道等は、フェラーリ308などと共通であり、後退等を除き、バルブが片側2つずつ使用されている。後部無等は、リアバンパーに内蔵されるが、アメリカ使用者では、非装備。当時、フェラーリの F1 チームに在籍していた、ゲルハルト・ベルガーが、車両開発に参加している。当時現役の F1 ドライバーであったベルガーに、雨の日には、 絶対に乗りたくない。雨の日には、ガレージから出すなと言わせたという逸話が残っている。1988年マラネロにて、当時、フェラーリのテストドライバーであったドリアード・ボルサーリーによる、ドライブで、2方向の実測の平均で、時速 325.8km を記録。日本でも茨城県や田部町、原筑橋の日本自動車研究所のテストコースにて、 ベストモータリングなどによる動力性能テストにより0から400メートルで11.293秒、0から1000メートルで20.830秒というタイムを記録した。フェラーリー公式的には F40 コンペティツヨーネと F40LM は同バージョンとして扱われるが、ここではレースに参戦したモデルを、回 40LM、サーキットユースのミノを回40コンペティツヨーネとする。 当初1988年に、ルマン24時間レースに設立される予定であった、GTC クラスに規定に沿って製作された車両を。しかし GTC クラス規定が頓挫したことにより、イムッサ GT へと参戦することになった。ミケロットにより、大幅な改造が施された、回120バイトユニットを搭載し 780PS を誇った、イムサ GT 参戦初期は、 通常の F40 をレーシーにした仕様であったが、1990年より、大型のフロントエアダクトや釣り目の固定式ライト、大型リアスポイラーが採用され、よく知られる K40LM の姿になった。K40LM は市販版、K40 を改造して製作された SN79890 と SN79891 の2台と F。 40のプロトタイプをベースに製作された SN740451995 年よりパイロット回40として BPRGT に参戦した車両の三を指すことが多い。イムッサ GT で活躍した回 40LM の活躍を知ったフェラーリ愛好家のために16台のみ製造されたモデル。初期の3台は愛好家の手にすでに渡っていた。 市販版、カイ4 0をベースに作られ、残りの13台は新造された。詳細は、フェラーリカイ4 0コンティチオネ参照。イタリアスーパーカー GT 選手権参戦のため7台が製造された。外装は、一般の F40 とほぼ変わらない形をしているが、牽引フックの追加とサイドミラーの形状が変更されている。これは当選手権が、 グループへの規定に非常に近い薄イ GT のレギュレーションを採用ており、改造の範囲が非常に狭かったことに起因する。一方でエンジンは590ビット HP までチューニングされるとともに、CFRP 製の軽量ボディパネル、サスペンションピボットのユニボール化、エンジンクーリングダクトのフラットフォーカなどされている。BPRGT 選手権参戦のため ACO の定める GT1 規定に沿って作られた SN91SN82404SN94362SN85015SN88779SN84503 の6台が製作された1995年はエンジンは 2998cc まで拡大し 39mm のリストリクターを装着した状態で 630PS7500rpm を発揮した。外装は F40LM に近いがフェンダーが前後ともにわずかに膨らみ、アメリカ使用者に似たフロントスポイラートリアバンパーを採用。フロントフェンダーにはエアを抜くためのダクトが追加された。1996年は、 前年度途中から導入された3.5リッターエンジンを使用。リストリクター装着時では 650PS、未装着だと 800PS を超えるパワーを発揮する。またミッションが前年度まで自社製の5速 H パターンを使用していたが、X トラック社製のシーケンシャル6速へと変更されている。外装もより空力を意識した大型の箱型リアスポイラーを採用した。 日本に初めてお目見えしたのは1987年末である。新車価格は当時の日本のディーラー価格で4650万円。発表当時、各国のフェラーリ正規ディーラーにオーダーが殺到する事態となり、日本では当時バブル経済の真っ只中にあったため、プレミアがつき、一時は2億5000円で取引されたこともあった。日本のディーラーなどでは、 会40以外の車種もまとめ買いし、納車を早めるなどをしたため高くなったとも言われている。このように非常に高い価格で取引されたことから、走る不動産とも呼ばれた自動車は動産。当初発表された生産台数は350台、内種400台であったが、フェラーリは殺到するオーダー数に鑑み、急遽、会40を増産することで対応。 結局1992年の生産終了までに1311台が生産された。日本の正規輸入車は59台、そのうちストラダーレモデルが58台、コンペティス用ネが1台となっている。各種メディアにも大々的に紹介され、テレビ番組カーグラフィック TV はやたべテストコースでフルテストを行った。模型化も盛んでタミヤ模型。 富士見模型やレベル、イタレリ、ポケール、ブラーゴ、マテル、強争等の各社から模型化された。日本での逸話としては以下のものがあった。K40 の開発コンセプトからレースへの参加は当初から考えられてはいたようだが、当時は参加できるレースもほとんどなかった。車体を構成する交換スペースフレームなどは1960年代。 未来の古典なもので、レース環境が整う1990年代頃、最新のマクラーレンにかなうはずもなく、回40は時代遅れという状態だった。公にモータースポーツの場に姿を見せたのは、2000年の英国 g t 選手権が最後となっている。ヨーロッパでは1989年のルマン24時間レースに出場すべく回40リトル M が準備されたが、当時のルマンは、 グループ C の時代でエントリーが認められなかった。しかし、回40は10月にアメリカのイムッサシリーズ GTO クラスのラグナ世界1時間レースにジャン・アレジのドライブでスポット参戦をし3位に入った。続くデルマー1時間にはジャンピエール・ジャブイーユのドライブで出走するがリタイアに終わった。引き続きイムッサ GTO にジャンピエール・ジャブイーユ。 当のドライブで数千のスポット参戦をする。初戦のトペカ2時間はリタイア。二度ハイを 250km では3位。モスポートでは2位。ロードアメリカ 300km では2位。ワトキンスグレン 500km でも2位表彰台を獲得した。イタリアスーパーカー GT 選手権が始まり、ジョリークラブがミケロットサクの F40GT で3年間出場し、 ライバルもなく、連戦連勝した。BPR GT シリーズが始まり、ストランデルエネアチームが F40 GT 及び GTE で参戦するが、信頼性が確保できず一勝にとどまった。前後して、レギュレーション改定され、GT のレースとなったルマン24時間レースにも参戦した。初出場の1994年のルマン24時間レースには1台が出走し、 リタイアした。ルマン24時間レース後に来日し、鈴鹿 500km に参戦。このレースでは優勝を果たしている。日本国内においては全日本 GT 選手権に参戦し、このシーズンに1勝したが、がたびたび行われたため、活躍できた期間は短期間であった。BPRGT シリーズは、フェラーリークラブイタリアから2台の GTE。 パイロットアルデックスレーシングから LM が一台参戦。GTE のデビュー戦であるモンツァではいきなりポールポジションを獲得。続くハラマ、ニュルブルクリンクでもポールを獲得すると合計5度のポールを獲得する活躍を見せた。しかし、どれも勝利には結びつかなかった。一方、LM はアンデルストープ戦で見事優勝。これがこのシーズン唯一の F40 の優勝であった。 1995年のルマン24時間レースには1台の LM と2台の GTE が出走。予選ではマクラーレンを上回る総合6位、7位、8位を獲得したが、本戦では LM の総合12位、GT1 クラス6位が最上位で、同じ GT1 クラスで総合優勝したマクラーレン会1からは28周、遅れだった。 BPRGT シリーズはエネアの2台の GTE、パイロットの LM に新しくユーロチームの GTE が加わった。外見的にも前年度に比べると大きな違いが現れた。前年と同じく予選で良い位置につけることは多かったが、アンデルストープ戦でのエネアの1勝に止まった。BPRGT では3年で1勝ずつ3勝で終わる結果となった。 1996年のルマン24時間レースも LM1 台と GTE3 台が出走したがすべてリタイアした。イタリアのバレルンガで行われたバレルンガ6時間レースで優勝を果たしている。1997年のルマン24時間レースはエントリーはしたものの出場しなかった。フランス GET 選手権に出場を楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。